コリン・グリーンランドコリン・グリーンランドは、イギリスの SF 作家、SF 批評家。1982年に、処女作が、フェイバーフェイバー社のコンテストで、第2位を獲得。代表作として知られる1990年の、長編 SF 小説テイクバックプレンティは、アーサー・シー・クラーク賞、イースター・コン賞、英国 SF 協会賞を受賞した。最初に出版された、 グリーンランドの著書は、彼の博士論文、ザ・エントロピー・エキシビジョン、マイケル・モーコックザ・ユーケー・ニュー・ウェーブをベースにした1983年のニュー・ウェーブ批評である。小説分野で最も成功したものは、代表作テイクバック・プレンティーをはじめとし、続編として、シーズンズ・オブ・プレンティー、ザ・プレンティ・プリンシプル、マザー・オブ・プレンティーが書かれた、プレンティーシリーズである。 小説以外の仕事ではノンフィクションを発表しており、またサイエンスフィクション財団での活動や雑誌、インターゾーンの編集委員もしている。マイクロコンでは1988年、1989年、1993年、1994年の4度にわたってゲストスピーカーをした。妻は作家のスザンナ・クラークで1996年から 共に暮らしている。ニール・ゲーマンとは親友でゲーマンの謝辞ページでしばしば言及されている。ありがとうございます。